ひまわりひまわりは気象観測を行う日本の静止衛星、気象衛星の愛称である。1号から5号までの正式名称は、静止気象衛星 GMS6 号と7号は、運輸多目的衛星 MTSAT である。ひまわりは、世界気象機関と国際科学会議が共同で行った地球大気開発計画の一環として計画された。 もので得られた気象情報を日本国内だけでなく東、アジア、太平洋地域の他国にも提供している。2015年7月7日よりひまわり8号が気象観測を行っている。またひまわり9号が2022年から運用される見通しである。ひまわりが登場するまでは日本はアメリカのタイローズェのノアの写真画像を購入していた。 宇宙開発事業団の初期の衛星は、初代理事、長島秀夫の意向で花の名前をつけており、気象衛星、ひまわりの愛称も、植物のひまわりから来ている。植物のひまわりの花は常に太陽に向かって花を咲かせ、時間と共に太陽を追尾し向きが変化すると言われている。このためいつも、地球を同じ方向から見ているという意味と、1日に1回地球を、 回るという意味で、ひまわりと名付けられた。これにちなんで、東京都清瀬市にある気象庁気象衛星センターの前の道は、ひまわり通りと名付けられている。また、MTSAT-1 は、公募により、未来という愛称が選ばれていたが、打ち上げに失敗したため使用されずに終わった。ひまわり1号から5号までの GMS シリーズの衛星本体は、 ヒューズ社のスピン衛星バス HS-335 及び HS-378 に観測機器や通信機器を搭載したものである。基本的にアメリカの正式小衛星ゴーズ -4 ゴーズ -7 の類似機で NEC が主契約者として担当し、主にベイヒューズ社が製造したものであるが、徐々に観測機器を国産化してきた。観測機器は、 衛星音社の可視赤外操作放射系であり、地球を可視光線及び赤外線により撮影する、光学センサである。衛星の時点により、地球を東西方向に操作しつつ、反射鏡により、南北方向にも操作することで、地球の半球全体を2500本の操作線で、画像化する。フィルター分離することで、IR-1、IR-2、IR-3 をそれぞれ検出する。 主だった衛星キューとの通信は次のような初言である。これ以外に三点即興、テレメトリなどの通信がある。観測された衛星画像は気象衛星通信所で S ビスはように引き伸ばしを行い、衛星に変装し衛星から利用者向けに配信する格好で、ほぼ遅延なしで配信していた。画像を用いた各種解析は気象衛星センターにて、 データ処理を行い、地上回線で利用者に配布するとともに、ひまわりの通信衛星機能を用いて、サービス区域の各国の利用者に配信した。GMS シリーズの後継機として計画されたのが、海ゆた目的衛星で、予算の都合で航空管制衛星に相乗りする形をとっている。スーパー301条の適用を受けた影響で、 ひまわり5号の後継となる運輸多目的衛星1号は、ベイスペースシステムズ、ロラール社からの完成品を購入することになった。ところが、MTSAT-1 を搭載した H2 ロケット8号機が打ち上げに失敗したため、ひまわり5号は設計寿命の5年を超えて観測を続けた。しかし、正式道を保つための姿勢制御用燃料の残量が少なくなり、 2003年5月22日をもって気象衛星としての運用を終了し、米国の気象衛星ゴーズマイナス -9 による代替運用が開始された。気象庁はこのゴーズマイナス -9 の愛称をパシフィックゴーズとしたが、ひまわりほど一般に広がるには至らなかった。NHK では気象情報の中で気象衛星からの雲画像をひまわりからの映像と説明していたが、 ゴーズでの運用中は気象衛星からの映像と置き換えていた。ひまわり5号はゴーズ -9 による大体気象観測業務中、地上で処理された気象データを利用者に中継配信する業務を行うため、後継機のひまわり6号稼働までそのままの位置に留まる必要があった。一方のゴーズ -9 はアラスカ州フェアバンクスにある衛星通信所を使用する関係から、 日本から見て、東寄りの統計155度に置かれた。これは、衛星追尾視野限界に近いが、気象庁では、観測には大きな支障はないとした。MTSAT-1 の大大気ミユ多目的衛星新1号は2005年2月26日に、HE やロケット7号機により打ち上げられ、3月8日には、無事に正式軌道に乗った。国土交通省は、 広く親しまれている、ひまわり5号の光景と位置付け、愛称を、ひまわり6号と命名した。同期は、映像送信テストなどを行った後、2005年6月28日の正午から、気象衛星としての運用を、ゴーズマイナス級から引き継ぎ、また2006年7月6日から、航空管制の通信業務の運用を開始した。気象衛星としては二千十年七月一日まで、 運用され、以降は、ひまわり7号のバックアップとしての耐久運用、そして、画像データの中継配信業務を行っている。再び国産衛星となった、運輸多目的衛星、新2号は2006年2月21日に、HEA、ER、ロケット9号機により打ち上げられ、2月24日に、静止軌道に乗ったことが確認され、ひまわり7号と命名された。 2006年9月4日には、正式道場で、気象衛星としての待機運用が開始され、ひまわり6号のバックアップ体制が整った。2007年9月には、航空機の広報情報の提供を開始した。2010年7月1日の正午より、気象衛星としての運用を、ひまわり6号から引き継ぎ、気象観測を開始した。 後継機のひまわり8号の運用が2015年7月7日の午前11時より開始されたため、以降は待機運用となっている。ひまわり8号は2014年10月7日に打ち上げられ、2015年7月7日に運用が開始された。ひまわり9号は2016年11月2日に打ち上げられた。 地球観測機能を大幅に強化した正式小衛星として整備される。寿命は運用8年、大気7年の合計15年となり、現在の10年より長寿命化がなされ、また解像度や観測頻度、チャンネル数が増加し、データ量は現在の50倍以上となる。これまでのひまわりに比べて観測バンド数が大幅に増えたため、止地球環境観測衛星とも呼ばれる。 2018年2月11日、大韓民国が運用する気象衛星、ト里ンのメインコンピューターが一時的に故障した際、韓国気象庁は復旧までひまわりの画像を使用した気象予報を実施した。現行の6、7号の経費を70%負担していた国土交通省航空局が計画から外れたため、一時は予算の観点から実現が危ぶ生まれた。 そのため、他の機関や民間の衛星との相乗りや衛星画像の有料化など検討された。しかし条件を満たす衛星の計画が存在せず、また、気象衛星画像はそれ自体では商品価値は薄いことや防災に直結する基本的なインフラであるため有料化はそぐわないとして共に見られることとなった。最終的に気象庁は単独で後継機を打ち上げることを決め、 平成21年度予算で77億円の要求を行っている。なお、気象庁の単独予算により気象衛星が製作されるのは初めて取る。現在 MTSAT で使用されている光学センサーを発展させたセンサーアヒが搭載される。センサーは、米国の正式気象衛星用のこの手の観測装置を1994年以降、1に供給している。 ITET インダストリーが製造した。このセンサーは、アメリカの実機気象衛星シリーズで搭載される、アビを基本にしている。アヒのチャンネル数が増大することにより、技術的な制約からひまわり経由でのレッド、ルリットの配信が対応できないことから、陸上では TCP、IP の通信網を、無線系は、商用の通信衛星を用いた配信が、 2015年7月3日より本格的に始まった。従来、総受信のための地上設備は埼玉県鳩山町にある気象衛星通信所一箇所のみだったが、非常時の代替施設となる副局を台風などによる悪天候に見舞われ、憎い北海道江別市に初めて設置した。また、 衛星運用指示回数はこれまで原則1日1回だったが2.5分間隔で最大1日576回と速応性が強化された。経費節減のため衛星の完成を民間事業者に委託する PFI 方式が導入され、完成業務は特別目的会社の気象衛星ひまわり運用事業が行う。通信系の所言は次の通りである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。